DJ トビーのビーズレディオ。本日のラジオを始めていきたいと思いますが、皆さんビーズトスコ、イエーイ。ということで、夏休みいかがお過ごしでしょうか。まあ、夏休みという方もいらっしゃれば、まあ夏休みとかそういう明確なのとかないわよっていう方も、いらっしゃると思いますけども、東宝株式会社は、11日よりね16日までかな、お休みを、いただいておりました。夏休み、トビーはですね、まあ、田舎の方に、行ってきました。ちょっとねトビー広島の方も、田舎あるんですけども、広島の方は行けず、栃木県の方にね、行ってまいりました。栃木県の方ではねプール行ったり、遊園地行ったり、してきました。でもなんか久しぶりにあのジェットコースターとか、あとなんだろう、観覧車とか乗ると結構怖いんですね。トビーね結構ね高いところはちょっと正直あんまりね子供たちにも言えないんですけど、あんまり得意ではなくて、結構特に観覧車って結構皆さん怖くないですか。あんな高いところにあんなにゆっくりいなくていいですよ。しかもなんかバランス悪そうなところに、なんかタワーみたいなね、ところの上だったら全然気持ち悪くないんですけど、あんなこうなんかゆら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 風で揺れるようなところに長くいるというところがトビーにはちょっといまいち理解ができません。ということで最近ですね、実はレンミッコさんって皆さんご存知でしょうか。レンミッコでちょっと検索してみていただいたらと思うんですけども、レンミッコさんと一緒にね、東宝のスパングルを作っていただいてる、工場さんの方にね実は行ってきたんです。墨田区の方に工場さんがあって行ってきたんです。まあ、レンミッコさんという会社さんは実はビーズ刺繍をね、もう長く教えておられる、お教室をやっておられたり、あとはですねすごいんですよ、いろんなこう例えば洋服、例えばですけど衣装か、そう衣装、いろんなこう舞台とかライブとかの衣装、そういったものの作るところをオファーを受けてこうデザインからこうされていたりするような、とってもねシャレオツな、今シャレオツってなんかあんまり今風じゃないか、おしゃれな本当にアトリエもお持ちな、素敵なビーズ刺繍の集団の方々たちです。まあ実は彼らがスパンコールのそう勉強をするのを兼ねてワークショップをやる会を開くということで、スパングル作ってるところ見に行きたいと、あさっきからスパングルスパンコールって話出てますけども、実は東宝の商品はスパングルという名前でね販売をさせていただいてます。でみゆきさんがスパンコールなのかな、でなんか違う会社さんはシークイーンって言ってたりね、多分ね同じ名前で被らない方がいいんだろうということで、多分みんな各社違う名前で販売してるんじゃないかなと思いますけども、まあスパンコールの工場に行ってきたわけですよ。で実はそこの工場さんってもう何年ぐらい前かな、トビー一回 YouTube にね上げさせていただいておりますけども、 YouTube の方でもね、ちょっと動画上げさせてもらいましたけども、実はそのちょうどその頃ぐらいにちょっとそこの社長がちょっと体壊されて、もうちょっとしんどいからやめたいなみたいな話も一時あってですね、トビーは行ってですね元気出してくださいと、ぜひこれからも続けてほしいんですと、なんかお困りあったらトビーの方まで何でも言ってくださいと言ったりしながら、今も続けていただくことになって、まあ確かにちょっと久しぶりに行ってきたんですよね。でそしたらですね、やっぱそこの、社長さん、実際作っていただいてる社長さんもすごく元気になっておられて、レンミッコさんもあれね 1,2,3,4,5 名さんぐらいで一緒に行ったのかな。でみんなで本当にこうスパングル切ってるところ、カットしてるところっていうか抜いてるって言ったらいいのかな、を見に行ったんですけども、とってもこうみんな目を丸くしてね喜んでおられました。目を丸くって言ったら大体驚くっていうのかはい、まあそんなところでございました。でおそらくですけどね、これからそういった会を開催されるということなんですけども、
ちょっとねこれ収録に間に合ってるかどうか分かんないですけど、レンミッコさんのオフィシャル EC サイト、レンミッコ .official.ec というサイトがありますので、そちらの方から、シークイーンズラボということで、そういった会をされるということです。そちらの中で少しその時に得た情報とか、こうやって切ってるんだみたいなところも出てくるのかなと思います。18日までということで、この収録をこう出す時に間に合ってるかどうかわかんないですけども、18日中であれば、そちらの会に参加が可能だということでございます。ぜひぜひよろしくお願いいたします。すんごい暑い日でしたに行ってきましたけども、こうやってこうスパングル、スパンコールの情報もね、こうやってこう実際にこうものづくりをされてる方々が勉強会を開いてくれるってすごく嬉しいことで、本当に我々ありがたいなと思っております。またね、実はそのちょっと前ぐらいにね、ビーズのこともガラスビーズのこともやってくれてたみたいで、まあ、今回スパングルの工場なんてなかなか見れないということで、お知り合いでもあったので、トビーの方で お引き受けして、一緒に行かせていただきました。皆さんにもね、また動画見てもらいたいと思いますので、よろしくお願いいたします。でですね、今回はですね、グリさんという、まあ、出版企画とか、いろいろされている方たちのビーズラジオ141回の方に でですね、ビーズの本のプレゼントということで、実はいただいた企画がございまして、オートクチュール刺繍のきらめき、リュネビル針で作るアートのアクセサリー、こちらの本、フィロザ・ミナミさんの、著者本ということで、発売になった本でございます。こちらの本のプレゼント2名様ということで、今回は、やらせていただきました。でこちらのプレゼントの発表の方をさせていただきたいなと思います。まあ、その前にですね、たくさんコメントをいただいておりますので一部読ませていただこうと思います。コロナでなかなか外に行けない時期が続き、以前はビーズ屋さんをはしごしておりました。でも今はほとんど出かけておりません。ビーズアートショーにも2年行けてないし、半年ほど前にこのチャンネルを知りとても嬉しかったです。トビーさんの番組でいろんな新しい情報を知ることができてとてもためになっております。この番組で紹介されるのは東方ビーズを使っている作家さんだけでしょうか。いや、そんなことはありません。もう現在東方ビーズを使っていない作家さんもね、紹介させていただいておりますと。もし他にもビーズに関わる仕事を取材していただけるなら、黒柳徹子さんのドレスや衣装を作られている、あ、田川圭司さんね、はい、取材して番組にしてほしいものです。あ、そっか、田川圭司さんお好きなんですね。トビーもね、お会いしたことはあるんですけども、なかなかビーズラジオ出てくださいっていうところまでの中ではないんですよね。誰か生徒さんとかいらっしゃったらビーズラジオ出てほしいって言っといてください。ビーズラブが止まりませんということでいただきました。こちらも読んでみようかな。いつも元気な声のトビーさんの声にこちらも元気をもらっています。新しいハンドメイドの情報が聞けるのがとても良いです。これからコロナ対策をしながら先生方も展示や販売などが多くなってきているようでワクワクしていますと。これからもビーズ業界の新しい情報をお願いしますと。これも面白いな。素敵なビーズ製品を扱っているお店など紹介があったら嬉しいですということでいただいております。そうですね、なんか前にもあったビーズショップさんとかそういった方にもこう出ていただくっていうのは面白いかもしれないですね。はい、それそちら検討していきたいなと思います。ということで今回のプレゼントをゲットするのは青森県渡辺さん、あとは奈良県から佐藤さん、こちら2名の方に当たりました。おめでとうございます。いや、これからもぜひビーズラジオを聞いていただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。で、あとはちょっと告知になりますけども、ただいまビーズマーケットオンライン、まだまだコロナに負けるな 20% ポイント還元中でございます。ぜひぜひビーズマーケットオンラインで検索して東方の、ビーズショップ、こちら EC サイトになりますけどもよろしくお願いいたします。日本生涯学習協議会監修認定のビーズデコ刺繍認定講座、専任講師
育成講座短期4日間特別コースズーム会場ということで、今回はズームでの会場となります。こちら日程1日目2日目10月3日4日、3日目4日目11月7日8日、こちら4日間ですね。時間が空いてる方はぜひぜひこちらビーズ集を学べる講座になりますので、ぜひぜひご受講をよろしくお願いいたします。お問い合わせは日本シードビーズ協会03-6858-3550、 E メールでは info@seedbeads.jp の方までよろしくお願いします。検索してみたい方は日本シードビーズ協会で Google で検索、まあ Yahoo でもいいか、検索してみてください。よろしくお願いいたします。あと、上野のエキュート入谷口付近で、ただいま東方ビーズスタイルストア上野ということで、ポップアップショップを開催中でございます。こちら10月の2日までになりますので、ぜひ上野近辺までお越しの際は、なんか東方やってんだなってことで見に行っていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。あと DJ トビーの T シャツ工房、こちらも、ただいま絶賛販売中でございます。ぜひぜひ、T シャツね、この夏ぜひ1枚バラパックの T シャツ、ゲットしてみてはいかがでしょうか。ぜひよろしくお願いいたします。あとはですね、ただいま結構売れているのがですね、トートバッグ、こちらですね東方のミンネのページで販売しております。結構ねたくさん売れてるみたいで、最近もうインスタグラマーさんがバラパックトートバッグにビーズを刺繍して、乗っけてくれてました。皆さんもぜひトライしてみていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは最後ビーズ川柳で締めさせていただきます。ビーズ川柳のお時間です。ペンネームチェリコさん、おすすめです。便利な針があるんです。おすすめです。便利な針があるんです。パカッとね便利な針ということで、こちらね今回ねビーディングニードル、我々の品番で言うと 6-13-6 というビーディングニードルをめっちゃ気に入っていただいてるんですね。チェリコさんありがとうございます。ビーズに通しにくい紐やテグスなど針の割れ目に挟んでビーズをスムーズに通せてしまいます。ストレスフリーと一応ね皆さん、通す際はビーズの穴、紐の太さを確認してみてくださいね。ぜひ皆さんまだ使ったことないという方、ぜひビーディングニードル使ってみていただけたらと思います。トビーもね時々使いますね。なんかこうちょっと通しにくいなと思ったり、例えば革紐に何だろう、結構特大ビーズ入れるとかだったらそんなんなくてもどんどん革紐ピッ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 やってきゃいいんですけど、なんかこう例えば先がなんか割れてきちゃうようなこう太めの紐とか、あーってなっちゃう時ありますよね。まあそういうもんなんかはこういうものを使ったりしていくと結構通しやすいんじゃないかなと思います。ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ビーズ川柳引き続き大募集しております。bstyle@@東方-biz.co.jp、 ペンネームと川柳、その句の背景などを書いてご応募ください。ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。一月に一度ですね、ギャラリーのキュッちゃんがセレクトした、ギャラリーセレクトビーズを1名様にね、プレゼントしてさせていただいております。ぜひ今後ともビーズ川柳も含めビーズラジオもよろしくお願いします。そして東方株式会社、ぜひこれからも応援いただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは本日のビーズラジオも、ここまでにしたいと思います。はい、最後までお聞きいただきましてありがとうございます。それではまた DJ トビーのビーズラジオでお会いしましょう。チャンネル登録お願いします。